星野都市元5月5日から1978年8月21日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。新潟県出身。星野三太郎の息子として生まれる。陸軍中央幼年学校予科、同校本科を経て、1913年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月。 陸軍不評少尉に任官し不評第18連隊付となる。1925年11月、陸軍大学校を卒業。1927年7月、陸軍不評学校教官となり、陸大教官、戦車第一連隊などを経て、1936年2月から12月まで、欧州に出張した。同年12月、不評大佐に進級し、 不評学校教官となった。翌年8月、戦車第5連隊長に就任し、教育総監部第4課長を経て、1939年8月、陸軍少将に昇進。同年10月、教育総監部第2部長となった。1941年4月、公主霊陸軍戦車学校長に就任し、太平洋戦争を迎えた。 1942年8月、陸軍中将に進み、翌月、新設の戦車第一師団長に、親保され、満州に駐屯した。1945年6月、第50軍司令官となり、青森で、本土決戦に備えたが、交戦することなく、終戦を迎えた。1945年11月、不良関係調査部長に就任し、同月、 予備役に編入となった。ありがとうございます。